ラジオエジです。皆様お元気でしょうか ?2 月10日金曜日夜20時39分を回りました。ラジオエジの夜トレイヒー。<music> えー、ふふ、復活しましてまだ音程が不安定ですが、夜トレです。えー、今日はね、えー、何をやるかっていうと、銘 <music> 柄相談やるよ。銘柄相談やるよ。<music> 目から相談をやりたいいと思います、えー、今日は2月の10日金曜日ということで、えー、明日は建国記念の日なのに祭日と重なって、えー、お休みが、えー、<laughs> なくなるという、ねえー、非常にあ欲しいね休み僕も休みが最近好きになりまして、えー、休み欲しいんですけど今週は残念ですね で、えっと、今週はね、僕は金、金、え、曜、ー、土曜日は、明日は、えー、東海市っていうところまで行きまして、えー、瞑想の先生の動画に出るっていう <laughs>。で、その、僕がやってる TM 瞑想ってあるんですけど、その瞑想の、えー、なんですかね、体験談みたいな話をして、で、先生と対談するみたいな、そんなのをやりに行ってくる予定です。はい。 まあ、そんな遠くはないんでね。静岡と比べたらうんと近いんで。まあ、静岡今月行ってませんけど、えー、また行こうと思ってますけど、今週の予定はそんな感じで。はい。そんな今日この頃でございますが、今日はいろいろと、銘柄相談をね、やっていこうかなと思っていて。あの、なかなかね、今、あの、メインのチャンネルの動画で銘柄相談がね、できないので、あ、 えっと、まだ今日ね、あの、あれなんですよ、YouTube にまだ慣れてな <laughs> YouTube に慣れてないんですよ。で、ね、今日もね、ちょっとまだ今、始めたはいいんだけど、えー、あれが、チャートがね、今、準備できてなかったから、今、チャートを慌てて、始めてから、今、あ、チャートが準備できてないって思って、今、チャートを準備しているようなリ様までございます。 えー、今日は何やってたか朝動画作って午後、えー、からはちょっとまた今あの再生 PC をね、えー、販売をまたちょっとやってるんでそのことで結構時間を使ってましたあのー、今もうあの再生ノートパソコンもうなくなってきててでまあうちがあの紹介してた、えー、富士通のノート PC がねもうないっていうような状態になってきててであれは有限なんですよで とりあえず僕が見つけて、これはいいなっていう解像度が1920の1080のフルハイビジョンで綺麗な画面で CPU も良くて SSD で起動が早い。で、メモリも1 6ギガ積んでてみたいなね、いい PC を安く見つけたんですけど、えー、それを、あの、がもうないっていうことでほとんど。それで最後少し入れて、 で、必要な方にね、えー、お分けしようと思って、えー、そんなことやってます。はい。まあ、ね、えー、なくなるんだね、<laughs> やっぱり。で、あの、最終 PC っていうのはどうもね、多分、あの、廃棄されたような PC なんだよね。だから結構傷があったりするんですけど、今、僕の、 えっと、お付き合いしてる業者さんは結構綺麗な PC を出してくれてて、えっときあの、時々ね、あの、ダメな PC も入ってくるんですけど、ちゃんと対応してくれてて、で、そんな感じでやってきたんですけど、いよいよその富士通のね、PC がもうない。ないんだっていうことでね、この後どうしよう。もう無理かも。<laughs> もう無理かも。と思ってるんですけどね。 そんな感じで、ちょっと PC 入れたりしてたんで、で、年末に一回ね、ちょっと忙しくなりすぎて、一回やめたんですけど、えっ、ー、と、もう PC がないっていう話を聞いて、で、ちょっともうここはやっとかないといけないかなと思ってね、えー、まあゆっくり、えー、ゆっくり販売していこうかなと思ってますけど、そんなことやってました。あとは何やったんだっけど、今日は。えー、そんな感じですかね。<laughs> って 今、創作をね、一生懸命やってるんですけど、えー、なかなか、えっ、ー、と、忙しい日も多くて、ここ数日は本も読めてなくてっていう感じですけど、今日は本を、えー、紹介、読んでる本を紹介したりとか、お便りをね、皆さんのお便りを紹介したりとかいう感じでやっていきたいと思いますので、よろしければお付き合いください。で今日は本当はね、あのー、この動画はラジオみたいにしたいんですよ。 だから、できれば、最初にね、ちょっとテーマソングみたいなのを流して、そこから始めていきたいなと思ってて、本当はね。で、考えてるんですけど、まだね、そこまでいかなくて、今ね、えっ、ー、と、パソコンの、このパソコンで音楽作ろうっていうパソコンの準備をしてるんですね。で、これ、準備がすごい大変で、えー、スピーカーつないで、まあ、そんなの簡単だろうと思われるかもしれないけど、えっと、なんていうかな、モニタースピーカーって言って、えっ、ー、と、音楽制作用のスピーカーをつないで、 オオーーディオインターフェースっていうので、いででそこにミキサーを組み合わせて、で、いろいろ音を加工しながらね、動画を作ったり、音楽制作ができたり、で、音楽制作のためには専用のソフトを入れて、で専用の音源を入れていかなくちゃいけなくて、そういうのものすごい大変なんですよ。で、それを今順番にやってるんですけどね。あとは絵も欲しいから、 液晶タブレットと液タブをつないで、それで絵も描けるようにしてっていうふうに、今、この PC じゃない、今ここ、このメインの PC は今この PC なんですけど、この PC じゃない PC に、そういった準備をしてるんですけど、それに時間がめっちゃかかって。で、えそんな感じで。でもやってます毎日。え少しずつ少しずつやってます。はい。皆さんはいかがお過ごしでしょうか <laughs>。ね。えー、ということで、今日はメールもね、紹介しながら、 4通ぐらいかな ?5 通かな ?5 通ぐらいメールを紹介しながら。今日はね、ちょっとあの、静岡で撮った写真をね、この間あの、あの、動画をお見せしましたけど、今日はちょっと静岡で撮った写真とかえー、用意する時間がなかったんで、またあの、静岡で撮った写真とかね、またお見せしますけどね。まあ、やっぱりね、富士山があると違うね。<laughs> 富士山があると、なんか色々絵になるわけよね。で、この間お見せしたあの、 サッカー少年がサッカーやってて、で、えー、そのバックに富士山がバーンと見えて、で、後ろ新幹線が通っていくっていうね。あれ絵で、絵になりますよね。ああいう風景がね、随所に見られるわけよ。で、僕はね、結構あの、人工物、普通の人工物だったりの後ろに富士山がダーッとあるっていう絵が好きで。で、普通に例えばスーパーがあって、えー、その後ろに 富士山があるとかね。そういうような、あのなんかこう、人工物と富士山の、えー、ミックスしたようなあの写真が好きで、それを撮ってるんですね。で、またお見せします、また。あの、こう今週2回目ですけど、レギュラー的にね、えー、この夜トレはやっていくんで、ちょっとしばらくお休みしてましたけどね。あ正直、あの、負担です。<laughs> 負担ですって。夜トレやるのは負担なんですけど。 だけど、やっぱり僕はラジオエージだからやらないとダメだよね。やらなかったらやっぱりラジオじゃないよっていうことで。えー、やっぱりこの動画もね、あのー、だんだんラジオにしていきたくて、えー、ラジオ的なね、動画にしていきたいので、まあ、最初にね、ちょっとテーマ、ソングを入れたりとか、もうちょっと効果音をね、多くしたりとか、曲を途中でかけたりとかね、そんな感じでやっていきたいと思ってるんですよね。そんな風に、ラジオに、とにかく、今のメインの動画もね、ラジオにしていきたいですよ。 そんな感じで考えてます。でね、今、最近ちょっと読んで、読んでる本で面白かったもこれなんですけどね。ありそうでなかったアイデアの作り方、えー。この本がね、結構僕、最近読んだ中では結構影響を受けて。で、この本の中にね、アイデアを作るっていう本なんですけど、えー、この著者がね、えー、大きなアイデアもちょっとしたマイナーチェンジから始まるんだ。 ちょっとしたあの変更から大きなアイディア、画期的なアイディアもね、出てくるんだっていうことをこの著者が書いていてで、僕はそこのところすごい、あの、あ、面白いなと思って、あ、そっか、マイナーチェンジなんだと思ってね。で、やっぱり、日々生きてて、なんかこう、なんかしらやっぱり変えていかなきゃいけないな。で、変えていくと楽しいんですよね。何かを変えていく。ちょっとでもいいから。ちょっとでもいいから変えていくっていうことをね、今やってるんですね。だから、 えー、その新しい PC にケーブル一本でも繋ぐ。で、えー、ミキサーを箱から出す。<laughs> ミキサーってあの音を混ぜる機械ですけど、箱から出す。とか、えー、そんなことでもね、いいから、一つでもね、何か新しく、ちょっとでも良くするっていうことを毎日やっていけば、まあ人生いい方向に行くのかなと思っていまして、それをね、この本がね、 ちょっとアアイディアをくれました、ね、だから本を読むとやっぱりアイディアが出てくるからまあ、ただ本を読むだけじゃなくて本読んで何を学んでどう生活を変えるか、えー、行動を変えるかっていうのが大事だから本を読んで行動を変えるっていうねんなことやってますけどねだから随分だから最近2ヶ月ぐらい、えー、ヨルトルやってない中でもだいぶ僕も行動をいろいろ変えてきてて、えー、そんな中でなるべく快適にね えー、なんか、やる気を持って、えー、ポジティブにね、や、えー、生きていけるように工夫してます。えー、動画6本やってた時期はね、やっぱりちょっとやりすぎで、で、まも、まも消耗、えー、摩滅 <laughs> してましたから、ちょっとなんか、自分がね、自分らしくないっていうか、疲れちゃって、で、あのー、やっぱりすり減っちゃってたんですけど、今は動画の本数を減らして、 まあ、ある程度、こう、時間、余裕がね、できるようにしたりとか、朝早く起きたりとか、最近はだから、大体朝6時ぐらいから起きてるんですよね。今日はちょっと珍しく寝れたんですけど、えー、6時ぐらいから起きてて、で、まあ、8時前ぐらいには、8時ぐらいにはこのスタジオに入って、もう動画の準備してるから、だから10時スタートぐらいで動画が撮れてて、 えー、だから午前中にだいぶ動画がね、午前中に動画撮れて、昼休みに皆さんに見ていただけるぐらいのタイミングで出せるようにしたりとかね。それもだけど、早起きって今までできなかったんですけど、それやっと今回ね、どうも早起き生活に成功した。<laughs> 成功した。これ早起きの方が楽しいんだよね。で、前は、えー、夜が、夜、夜更かしが楽しかったんですけど、今はもう夜更かしよりも、 早起きの方が楽しいっていう、そんな状態になってまいりまして。えー、だからね、えー、前は考えるくんと一緒に悩んでましたけど、最近は考えるくんとあんまりね、僕、お付き合いしてない。分付き合いしてない。<laughs> 考えるくんいますけどね、ここに。いますけど、考えるくんとお付き合いしてなん、だから、考えるよりは、なんか行動してるわけなんですけど別に考えるくんは好きですよ。<laughs> 好きですけどね。で今、メインのチャンネルでも動画でも話しましたけど、椅子が壊れましてね、 今こう、こういう普通の椅子でね、えー、椅子に座ってるんですけど、まあ、お尻が痛い。で、腰はね、まだ大丈夫なんだけど、このまま座ってるとね、腰にも来るかなと思って、お尻が痛くて、で、えー、昼間の動画でも話しましたけど、アーロンチェアっていう高い椅子を使ってたんですけどね、それを使うようになってから、腰とか、あ,あの、お尻がね、痛くなくなって、非常に快適に座る作業というかね、僕は大体1日12時間椅子に座ってますから、 で、それができるようになって、それが十、十一年八ヶ月ぐらい前ですからね。アーロンチャーを使い始めて。で、十一年八ヶ月ぐらいで、八ヶ月か九ヶ月で、とうとう座面のメッシュのところが、ブチブチ、ブチブチ,ブチって、あの、壊れてきて。で、それ、東京ハンズに聞いたら、無償で直してくれるっていうことでね。えー、ただ、時間かかるって言われて、まあ、この機会にね、えー、アーロンチャー、新しいのをね、 買うっていうことで、23万。23万。アーロンチェア、えー、注文しました。うそ本当だよ。<laughs> 23万。うそね、椅子23万高いよね。あの、いあの前買った時はね、14万何ぼ ?15 万してなかったんですよね。だからまた15万くらいで買えるかなと思ってたら、えー、値上がりしておりまして。<laughs> でも、注文しましたんで、もう来るんでね。まあ、それを使いながら、えー、今まで使ってたアールンチェアを直して、で、えー、それはまだ予備に置いとく感じですかね。えー、か、静岡で使うかみたいな感じで、えー、椅子を今注文してますけどね。えー、ということで、皆様からのお便りなんかもちょっと紹介今日はね、していきたいと思いますが、えー、まずは、安野さんからいただきました、ただのファンメールですということで、 えー、こんばんは。いつも楽しく拝見させていただいております。新しいアイロンチェア、羨ましいです。動画で拝むのを楽しみにしています。あの、アーロンチェアはね、あの、買いましょう <laughs> 買いましょうっ言ってもね、まあ、座る仕事がない人はね、これは全然違いますよ。アーロンチェア。まあ、コマーシャルしてもしょうがないけどね、本当に僕も12年使ってきて、そりゃあね、アーロンチェアのおかげ、やっぱりね、 腰が痛くなるのと、やっぱりお尻の表面がね、痛くなってタコができるんで座りタコがね。それができない。あの、アーロンチアだと。すごいよ。あの、椅子はね。で、まあ、アーロンチア厳しかったら、ニトリのメッシュの椅子。あれは4枚ぐらいで買えるから、あれがいいと思うんですよね。だから、あの、ぜひ、もしお座りになるお仕事がね、長い方は、メッシュの椅子をね、 えー、メッシュ加工みたいな、いいですね。網目、網、網、網の椅子がいい。あれがいいからね。腰痛をつらいですね。ちょっと来てます。ちょっと軽く来てます、今ね。私もヘルニアで地獄を見えました。お近くにあるか不明ですが、バイタルがおすすめです。腰をやったときすぐ治りました。夫含め、スポーツ選手が多く通っていますが、なぜか頭をコツコツすると、腰や体が治ります、わらわら。保険も効くので興味がありましたら、これは何なんですかね、バイタル。<laughs> バイタルっていう何かがあるんですかスポーツクラブみたいなところか、治療院みたいなところかなちょっとこうで調べる時間がなかったんですけどね。えー、そういうところがあるらしい。なるほど。ね。朝1分間30の習慣。昨日手元に届き読み終えました。実践しやすい内容とワークシートが素晴らしく、内容も前向きでどこご感も良かったです。今ある幸せに目を向けたり、 家族のことばかりで自分との対話が減っていたりといろんなことに気づきました。ありがとうございました。あ、これね、あの、えっ、ー、と、多分ね、絵文字を使ってもらってるんですけどね、えっ、ー、と、絵文字がうまく再現されなかったんでね、えー、ちょっと、これは、えっ、ー、と、エクスクラ、<laughs> エクスクラメーション脇に置き換えておきますけどね。また、両者の紹介、楽しみにしています。ところで、ラジオム様は、優待な話とかされないですか 子供たちがよく食べるようになり、丸亀製麺、コロワイドなんか持っとくと楽しいのかなぁともやり考えたりするこの頃です。漫画や動画楽しみにしています。心ないことを言う人もいるみたいですが、ほっとけ、ほっとけ、ほっとけ鳥です。<laughs> 素敵な映画を応援しています。ありがとうございます。えっ、ー、とね、まずは本の話ですけど、これですよね。この本。この本が良かったということで、僕もこの本はね、まだ独了してないんですけど、えー すごく良くって。で、この本に毎日ね、今日はどんな気分ですか今日はどんな一日になったら最高ですかとかね。そんなあの質問が載ってるんですよね。で、その質問に答えながら一日を考えていく。今日の楽しみは何とかね。そういうような本なんですけど、これいい本なんでね。これもちょっと皆さん、えー、読みたい方は読んでみたらいかがでしょうかね。で、この本が良かったっていうことでね。で、今今日アイデアの作り方、もう ね、私。あとね、最近、まあいっぱい僕本買ってんですけど、最近また本を買うようになりまして、最近買った本を紹介していきましょうかね。だだ。罪悪感がなくなる本。これは僕ね、自分に対して、すごい責めるんですよ、僕は。自分を。これが良くない、あれが良くない、これもダメって。で、それがなくなるといいなぁと思って買いました。<laughs> これなかなか読み始めたら良かったんでこれまだ読み、ちょっと最初のとこ読んだだけねまだ読めてないんですけど。だら。作詞入門悪言さん。これは今ね、歌を毎日作ってるんで、えー、その作詞のヒント。詞が悩むんだよね。メロディーはまあ、えー、出てくるんだけど、メロディーも悩むんだけど、詞に悩むんでね。ちょっと詞の作り方を学ぼう。こんな本を買いだ ホワイトスペース、空白時間帯、何もしない時間が必要。えー、ずーっと一日働いたり、作業しているだけじゃなくて、一日のどこかにちょっと、えー、空白を作っていくってことが大事なんだ。戦略的に一日にのどこ、いろんな場面にね、ちょっと空白を作っていくことが大事なんだっていう本です。これもちょっと読んでみようと思って買ってますけどね。だから僕、時々米粒って、瞑想をするんですけど、ちょっと休むようにしてるんですよね。 あるいはまあ最近寝ちゃうこともあるんですけど <laughs>、それから、なら、どんだけ買ってんねん,ん、えー、ユーモアは最強の武器である。す、え、べ、ー、てユーモアが、は、ユーモア、すべては、ユーモアが関係する。だから、ね、ユーモア。えっ、ー、と、僕のあの話が面白いって言ってくださる方いるんですけど、えー、僕は全然面白い話をしてるつもりがなくて、もっとユーモアのある話がしたいなと思って、で、勉強します。<laughs> ユーモア、ユーモる話。だら、えー、元国税長官がこっそりをいるあなたの隣の億万長者。富裕層がやっていること。これちょっと興味あったんでね。富裕層の、ね、実態を知りたい。そんなとこですかね。あ、あとはメタバース関連で、これはもう紹介しましたけど、メタバースの見るだけノートとか、あとメタバース、実践講座。こんなに読めるんか本 <laughs> あと、メタバースと経済の未来とかね。えー、そんな本を読んでます。あ、読もうとしてます。あとはこれ、まだ読めてないんですけど、今の話で、えー、ではなくて、配当の方の話ね、の本。えー、あとは、ちょっと読みかけている、小倉圭さんの、えー、本、エッセイ。えー、それから、これからインスタをやっていこうと思ってるんで、インスタグラムの活用、プロメセン、 インスタ活用法みたいな本ですね。まあ、ざっとこんな感じですかね。今、最近買った本。で、これを順番にわーと読んでいこうと思ってるんですけどね。読む暇が今、ちょっとな,なかなかなくて、土日によく読んでるんですけど、今週はちょっと土曜日も、ちょっと忙しいから、どうしようかなと思ってますけどね。ということで、えー、で、ね、安野さん、えー、こんな感じでいろんな本を僕は読んでますけど、えー、本本はいいね。やっぱり本を読むっていうことはいい。 いいいですよねやっっぱり行動が変わっていくだからやっぱり朝の習慣もねだいぶ変わりまして今だからあのまだちょっと運動ができてないんですけどね、えー、そんな運動を取り入れていくこうとも思ってましてね、えー、そんな風に思ってますさて、えー、今日のテーマ、えー、銘柄相談なんですがえ後、ー、の竜さんからとまるちゃんさんから頂い,いてえっ、ー、とこれは え本当は動画の中でやろうと思ってたんだけど、できなかったやつです。<laughs> あの、普段の動画でやろうと思ってできなかったやつをちょっと紹介していきますね。えまず、え、いちの竜さんからえ、ポーラ、えー、七7 6 0円で買いました。どこで売ればいいでしょうかっていうことでね。まだお持ちですよね。多分ね。あの、と思うんですけど、えー、ポーラ、4927、えー、4 9九二七で、ポーラを1760円で買いました。 あ、1790円。儲かってるやん。儲かってるやん。は、どれ、これでいいか。儲かってるやないですか。ね。儲かってればいいので、えー、これは、えー、どうしましょうか。今ね。<laughs> 今、RSI が最低レベルでしょ。これね。RSI 最低レベルだから、これはまあ上がって可能性あると思うんで。えー、ただ、前の高値をなかなか抜けないチャートなんでね。 え、前の高値を抜くまでに時間かかりそうなんで。まあ、インバウンドですからね、これね。まあ、えー、今からはいいかなと思うんですけど、この辺まで RSI が高くなるところまでは望めると思うんで、一号の竜さん。まあ、千、千八百円台ぐらいの中間ぐらいからあたりで RSI が高くなったら売りましょうかね。まあ、あのー、これはだから、えー、今、 今売るとかね。ちょっと上がったら売るとかね。そういうのもいいと思いますけど。まあ、RSI が今一番低いところにあるから。まあ、RSI これから下がった RSI は多分上がるだろうから。えー、上がってきて、えー、RSI が75を超えてくるとかね。こんな感じで来ると、だいたい1800円ぐらいだと思うんですけど、この辺が一つの売り時かなと思います。で、逆に下がっちゃった場合は、1700円ぐらいがサポートラインになってるんですけど、これね。 これが大体これか 200MA、茶色いラインぐらいがサポートになると思いますけど、逆に言えばこの辺まで下がることはあり得るので、この辺まで下がったらどうするかも考えておきましょう。ということでね、えー、まあ、えー、1760円だから、えー、難品はさ、これ300円ぐらい動いてるから、200円とか下がらないと難品できないので、100円 200, 200円ぐらい下がったら難品して、 持っっててればどううでしょうかまあ、時流には乗ってくる今日だからなんか政府が突然あのマスクをもうしてなくていいとか言い始めたんだよね。ね。なんか僕も今日マスクしてませんけど <laughs> 動画だから <laughs> してませんけどマスクをしなくてもいいって言われてそう簡単にマスクを手放す国民だと思ってんのか <laughs> 政府。<laughs> マスクなんか手放すわけねえだろうと思うんですけどね。で、学校でマスクをや、やめるって話になってるらしいんだけど、そうなるとなんかね、そっからすごい広がっていくような怖さもあるけどね、大丈夫なんですかね。ちょっとわかんないまたそれですごいね、流行、広がったらどうすんやねと思うんですけどね。まあでも、えー、こう、えー、ポーラ・オルビスなんかはやっぱり結局今までマスクしてなかったから、えー、口紅はいいや、みたいな。 ね、えー、そんな感じで、えー、化粧品が売れなかったと思うんですけど、マスクがなくなる、えー、しなくてもいいっていうだけのニュースでもね、これ月曜日上がりそうだよね。えー、だから、えー、ね、えー、一言の牛さえー、1800円ぐらいまでは、前の高値ぐらいまでいけるんじゃないひょっとしたらバコーンと上がるかもしれないね。ちょっと期待。 ですけど反応ないかもしれないけどね <laughs> 意外とねこういうので普通に考えたら、えー、これ月曜日ポーラウルビス行くんじゃねえ指定とか行くんじゃねえと思うんだけどそれが意外といかなかったりするからねまあ実際ねマスクをどれぐらいみんながね手放すかだよな、えー、まあ特に子供たちはねマスクはかわいそうだからなんだかねずっとマスクしてて友達の笑顔が見れないっていうのはやっぱり嫌だよね ねまあ僕らおっさんは、あのコンビニの例えば、えっ、ー、と店員さんが、えー、とマスクしてて、ちょっと可愛い店員さんとかいたりした時に、あマスクの、ね、ない姿を見たいなとかね、そういう、はい、すいません。<laughs> すいません。そんなことまあでも女の人でもさ、イケメンの店員さんとか見た時にあ、この人マスク取ったらどんな指摘かなっで見たいっていうのはあるでしょう。<laughs> あるでしょね。 だから、なんかそういう、ね、えー、よ不満の募、えー、る、えー、ね、社会で嫌だけど、まあ逆にマスクしてる安心感みたいなのもあるみたいで、えー、なかなかね、マスクは取れないかもしれないけどね。まあポーラまだそんな感じで、だから、えー、ちょっと上がる期待もあるし、今ぐらいのところがどうでしょうかね。越後ののうさん、いつもありがとうございます。いろいろメールいただいてまして、ありがとうございます。 えーマキタえー、まきた、え、ちゃんさん。決算で下落したところ、3290で買いました。どうなりますか ?6586、え、まきた。65、6586、まきた。えー、えー、3290で買った。わお上がってるやんこれはね、結構高い、もう。<laughs> これ結構高い。これはもう結構高いの高いぞ。で、7000もあった銘柄で今はい上がろうとしてるんですが、これあのメルカリみたいな感じのチャートで、7000あったけど、えー、まあ、あれも似てるよね。あのー、価格帯も似てるけど、えっ、ー、と、メルカリってどこにあるかなー。メルカリくん、メルカリくん。 メルカリって何番だっけまあいメルカリティ言えるか。メルカ、メルカリ、えっと、メルカリがこんな感じで7000円ぐらいから落ちてきて1500円ぐらいがあって、今、はい上がろうとしてます。で、このマキタ6586、6五8 6これ、週足ですけど、えー、週足のマキタも7000円ぐらいから2500円からはい上がろうとしてます。ということで、非常にチャートがね、えー、メルカリとよく似てるんで、上値打ちはたっぷりあるんだけど、 結局こういうチャートって、あの、昼間の動画でもよく言ってますけど、まあ、恨みのチャートっていうんだけど、えー、高いところで買った人が、やっぱり、えー、今ね、まあ、こんな買わなきゃよかったとか思ってて、で、上がってきたところでもう、いいや、もういや、やれやれの売りとか言いますけど、まあ、このぐらい上がればね、も、ま、う、あ、売っとけみたいな感じで、売ってきちゃう、えー、ね、ような、えー、チャートなんだよね。 で、それからするとね、これちょっとね、戻りいっぱいで、こう、売りシグナルも出てますけど、ちょっと戻りがね、いっぱいかな、戻りいっぱいかな、って感じです。だから、今ちょっと調整入ってますけど、一回ウッドゲドリが、ウッドゲドリが泣いてるような気がするんだけどね。<laughs> どうでしょうかマル、ま、ちゃん、マ、ま、ルちゃんさん。このちゃんついてる人って何て呼んだらいいのマル、ま、ちゃんでいいのか、マ、ま、ルちゃんさんって呼んだ方がいいのか、ね。<laughs> マルちゃんさんっていう、じゃあ、あの、ね、えー、メールのニックネームだったら、マルちゃんさんさんとかね。はい、すいません。はい。で昔はアグネスチャンさんがね、<laughs> アグネスチャンちゃんとか言って言われてましたよね。えー、あの人は、あの、僕は中1から中中1か中2の頃に、ね、外国の方で、香港中国だったかなえ、の方でデビューされて、すっ すごいタイプで。タイプでっていうか、アグネスちゃんすごい僕好きで。で、えー、ね、アグネスちゃんの乗っている明星とかね。えー、少ないお小遣いで買った覚えがありますが。はい。あ、買ったかか、ほとんど買えないからな。う,うちは貧乏だったからね。えー、もらいや、買った覚えありますね。アグネスちゃんの乗ってる明星とかね。明城、知ってますかあの、明星スターが出てる本で。 あの、付録で歌の本がついてるですね。あれでコードとかついてるから、あれでヒット曲をギターで弾いたりなんかすることもね、できるという、明星平凡。ね。えー、一時期流行りましたよね。まるちゃん、まるちゃんあ、ままゃんありがとうございます。ね。だからちょっとこれね、まるちゃん。えー、これはね、ちょっと高い。その今の、えー、話で、ね。ちょっと戻りがちょっと来てるから。まあ、 これいい銘柄だとは思うんですけど、あの、ちょっと、売っといた方がいいんじゃないかなっていうぐらいの水準に見える。まあ、長く持っていれば、えー、さらに行くだろうけど、今結構ね、高いところで RSI が低下しているから、ちょっと調整しやすい。だからね、ちょっと売っといてもいいんじゃないですかね。と思います。えー、そんなところで、あとは、はい。次の方。 はい。マ、ま、ルちゃんさん、ありがとうございました。チックワブさん。えー、ラジオイさん、はじめまして、いつも楽しく拝見しています。昨年末、この YouTube に出会い、視聴がライフワークとなっています。本ではなかなか知り得ないチャート分析の予定を教えてくださり、とても勉強になっています。株の予想や分析を行う有名 YouTuber は何か、有名 YouTuber は何かいますが、ラジオイさんの素晴らしいところは、ラジオイさんの素晴らしいところは、 ラジオ、A、さんの素晴らしいところだ <laughs>。分析自慢や売名優先ではなくて、いかに視聴者さんが損をしないかを大抽選して発言されている点です。儲け少ないや気にせず損をしないことが大事だよ。その通りだと思います。また、チャート分析の合間の雑談も温かい人間性が感じられ、心癒されています。<laughs> 元気で続けてください。ねありがとうございます。だけど、これあの、うんと、これね、 あの、すごい怒られるんだよ、毎日。あの、お前がこんなことやってるから、その、ウッド系とかカット系とか言うから、あれでどんだけの人がね、被害に遭ってるかお前分かってんのか <laughs> ああ、はい。<laughs> 分かってんのかなんか自己責任とか言ってるけど、自己責任、あ、自己責任ね。あの、今日もちょっと、えー、いろいろチャート分析やっておりますが、えー、最終的な、えー、売買判断は自己責任でお願いしますっていうね、やっとかないといけないんですけど、こういうのを言ってるけど、 そんなもん言ったってダメなんだね、えー、お前がこういう動画をやってること自体が間違ってるんだって言って、すごい怒ってくる人がいるんだよね。まあそういう方はだけど、やっぱり、それは真剣にそう思ってらっしゃるんでしょう。それで、あの、やっぱり本当にね、そういう愛,愛情っていうかね、正義感みたいなところから思ってらっしゃると思うんですけど、まあそんなこと言われてもね、いろんな人がやってるから。<laughs> だからまあ、ね。 あんまり、えー、目くじら立てないでもらいたいなと思うんですけどね。まあ、ね、いろんな意見あると思いますけどね。で僕はだからしょう、しょうがないから、えー、極力ね、なるべく皆さんが損をしないようにっていうふうに考えてやってるつもりですけどね。え副作用もあると思うので、本当に注意してやってくれ、やってください。やってくれじゃん。やってください。<laughs> ついに私はちくわぶさんは、えー、ウェイトトレーニングを長年続けており、もし体を鍛えたくなりましたら遠慮なくおっしゃってください。チャート分析の講義のお返しに少しでも力になれれば幸いです。トレーニングチューブを使った運動を始め、えー、筋力低下防止用に、えー、自宅で行える運動種目もいろいろとあります。お金も大切ですが、健康が何よりも大切だと思います。トレーニング本では明かり、 えない。簡単で効果的な方法をアドバイスいたします。もちろん無料で効果的な鍛え方を教え、教えいたします。ちくわうさん。知りたい。<laughs> 知りたい。あのねー、うんと、6本動画やり始めてから運動する時間がなくなったんだよ。それで運動ずーっと習慣でやってたんですよ。結構やったんですよ。それがなくなりまして今ね、結構ブグブグに太ってきまして。<laughs> 腹筋もぷよぷよになっちゃって、 で、なんかブクブクになっちゃって、ブクブクってもそんな大したもないでしょ大したもないけど、前は60、まあ3キロまでは、僕167.5ぐらいの身長なんですけど、いや、もっと縮んだかな。167.5ぐらいで、170ないですよね。で、だから、今170ない人は人間じゃないとか言われるんですけど。<laughs> 167.5ぐらいだと思うんですけど、それぐらいの身長で、 それで、えー、体重がね、大体前は63ぐらいだったんですよね。で、167.5っていうと、えー、っと、BMI の22は、えー、61.7キロぐらいがね、えー、BMI の22ポイントなんですよ。そこから上は太り、えー、太ってるってことになるんですよね。で今ちょっと BMI 出してませんけど、えー、で、61.7っていうところが BMI22 ポイントなんで、僕はできるだけ63を え体重、ウェイトコントロールしてきたんですが、今、け、え、さ、ー、の体重はですね、け、え、さ、ー、の体重、けさの体重、記録を見ますけど、け、え、さ、ー、の体重は、け、え、さ、ー、の私の体重は65.1でございます。赤赤 <laughs> <ん> えー、2キロ太ってます。2キロ太りすぎです。赤。だけどね、これ運動やってないのもだいぶあるわけよ。だから、運動やらなくちゃなぁと思ってて、ちくわぶさん教えてください。で、実は、えー、今、えー、音楽の制作の準備をしているわけですけど、これは何をやろうかと思って、何をやろうとしてるかっていうと、TikTok をやろうとしていて、TikTok で自分の 音楽を流しながら、ちょっと体を動かすような動画をね、やってみよう。う、まあ、踊れないけど、えー、踊りに、まあ、踊りとか体操の動画をやってみようと思ってるんですよ。えー、自分のオリジナル曲を流して、踊るとか体操、ちょっと軽く体操するみたいなのをやってみようと思ってる。昔からやろうと思ってたラジオヤジ体操っていうのをね <laughs>、やろうと思,思ってたんですけど、それをやろうと思ってるんで、ちくわぶさんはぜひ、 あの、僕の動きを見て、それでアドバイスをしていただけないでしょうかね。えー、僕は運動は全くわからないから、運動、体を動かす動画をね、作っていくんで、で、その体の動かし方は全くダメだと。これを動かせとかね。あとは、簡単な運動だったらこれが非常に効果的だよみたいなことを。ぜひ、チューブを使うんですかトレーニングチューブ。ぜひ教えてください。で、それを TikTok 動画でやっていこうかなと思ってますんで。はい。 えー、ちくわうさん、お願いします。えー、まだメールも出しておこうかなと思うんですけどね。ちょっとアドバイスを本当にやってほしいので、あの、アドバイス係をお願いしたいと思います。はい。他にも、他の方もね、あの、体操とか、僕はこれから TikTok で体を動かす動画をやり始め、始めたときに、それはダメだ。たぶん、たぶんで、その運動はダメだとか、そういう動かし方は良くないって言われると思うんだよね。それを、あの、皆さん、教えて、えー、ください。 ちくわぶさんもね、教えてくださいね。さて、え今日は、え銘柄ガ相談ということで、ちょっと普通の、えー、動画、動画じゃない、メールもね、混ぜながら。あ、それで、ちかぶさんありがとうございます。あの、褒めてもらって嬉しいです。えー、まあ、他の方の YouTube の他の投資系 YouTuber の方っあまり見てないんですけどね、本当は他の YouTube、投資系のね、YouTuber の方の動画を見て、その方々に負けないように、 えー、いろいろやっていかなきゃいけないですけど。まあ、僕は、えー、動画、今のメインの動画に関してもね、少しずつ、少しずつマイナーチェンジ、えー、さっき話しましたよね。ちょっとずつ変えてよくしていくっていうことをやろうとしていて、今も最近は、今までは、えー、オープニングは、と、えー、僕は元プロの投資顧問でとか言ってましたよね。で、あれをやめて、毎日違う話題にしてる。気づいた <laughs> 気づくよね。<laughs> にしてるんだよね。 で、あと、できるだけ毎日、あの、何か変えていこうと思ってて。で、えー、ね、雑談が多すぎるからやめろとかいろいろ言われますけど、えー、まあ雑談はね、あの、ちょっと多すぎるなと思う時も僕もあるけど、適度ならいいと思ってて。で、えー、それはまあ実は、最初、あの、メインチャンネルで動画一本にした時には、あまり雑談してなかったんですけど、 雑談入れた方が多分、あの、楽しく聞いてもらえるんじゃないかと思って雑談を入れるようにした。これもマイナーチェンジなんですね。だから、ちょっとずついろいろ変えていきますけどね。ちょっともうちょっと研究した方がいいなぁとは思うんですけどね。まあ、できる限り、えー、まあ、うちのポリシーであるショボトレをね、えー、ショボトレっていうのをポリシーにしながら、まあ、できる限り続けていこうと思っております。ほんで、あの、えー、運動をね、えー、動画作ったら、ぜひアドバイスしてください。 えー、ちくわぶさんに限らず、これから運動をやっていくんで、はい。はい。運動で、えー、だから、えー、室内運動を中心に、えー、運動の動画を作りながら、自分の運動を取り戻していこうと思ってるんでしょ。最近は春になると花粉症で外出るの辛いし、本当は外で歩いたり走ったりしたいんだけど、 えー、そうではなく、まあ、夏はね、今度は日差しが当たるとかゆくなっちゃうから、なかなか外に行けないから、やっぱり、室内運動で、えー、ちゃんと運動ができるっていうプログラムをね、作ってみたいと思ってて、そんな感じで考えてるんで、ちくわぶさん、室内運動で、えー、十分にこう、体力トレーニングができるみたいな、えー、何か方法があったら、簡単で結構ですねで、教えてください。はい。よろしくお願いいたします。 えー、今日最後のメールは、酸味好きなおばさん。今日昼間の動画でね、今日もらった、これ、あ、今日6日じゃない、これは多分ね、10日のメールですね。えー、ちょっと日付間違ってたりするかもしれませんが、メールのね。これは今日の、えー、動画の、えー、後にもらったメールです。僕が今日はイチゴは食べられないんだって話をしましたね。そしたら、酸味好きなおばさんから、えー、メールが来ました。この方は、酸、えー、味が好きだそうです。 はぁ、あ、<laughs> 酸味がね、へーって思うんだけど、酸味がお好き、はあ、こんばんは、毎日日経のチャートから R 式まで、アメリカ株まで全部聞いています。時アメリカ株も時々聞いています。ちゃんと聞いています。全部聞いていますって書いてない。ちゃんと聞いていますって書いてくれてます。この長いね、今日なんてさ、 えー、週末だからって言うんで、丁寧に喋ったら、1時間45分だっけね。動画の長さ。平加減にせん回はい。<laughs> 長い。長いよね、えー。そんな動画になってしまいましたが。はい。これを、なるべく全部見ていただいているようです。さて、投資の相談です。現在、三井住友銀行の売りで捕まっております。 出口戦略はなかなか見つからず困っております。えー、下は4500や5800、400株ですが、なかなか下がりません。配当前でずんずん上がっており、困って、参っています。2月に1回下がってくれれば、損切りするんですが、一位、えー、がありましたら、ご相談願いますということで。三水木生さん。僕まだ配当の研究をしっかりやってないから、三井住友がいつ配当かを知らないんですが、えー、近いんですかね。 ちょっと三井住友、チャートで見てみましょうかね。三井住友、三井住友、三井住友、三井住友フィナンシャル八三一六ですかね、えー。これは、今毎日これは、えー、ど昼朝の、朝の動画で、昼の動画で、えー、出てきますよね。で、僕は銀行はもう、えー、上がりきってるから、まあ上がらないって言いましたけど、今日、夕方に、 えー、日銀の人事が決定しまして、えー、この間まで、雨宮さんか雨宮さんかわかり、わかりませんが、雨と宮の、おみ雨のね、天気のみ雨に、今日は雪が降ってますが、お宮の宮のつか雨,雨宮さんか雨宮さんか、えー、っていう、昔白アリのなんか会社がありましたが、そういう、うー、名字の方がなるんじゃないかと言われてましたが、今度は、えー、一気にう変わって、上田さん 上田さん植えたさん上田さんだよ、ね、きっと。上田さんが植える、あの、植物を植えるとか、植えるに似たものたで上田さん。上田さんが、えー、日銀の総裁になるっていうことは決まりましたんですよね。ほいで、それによって、今日ここから、えー、それで円高がだれーっと進んで、そのニュースが出た瞬間からね、円高がだっと進んで、その後は戻してますけど、円高はだらーっと進んだのと、 あとは、株もね、日経平均5分チャートで株もダダと落ちたんでね。これはどういうことかっていうと、その上田さんって人は多分高っぽいんじゃないだから高っぽいってことは要するに金利を上げるっぽい人だということで、上田さんが来るんだったら金利上がるぞ。株はね、えー、下げだってなったわけですけど、えー 全体の株は金利が上がれば下がりますが、えー、皆様ご存知のように、えー、銀行株は金利が上がれば上昇ですね。だからどうもこの反応を見てると、えー、申し訳ないというか、残念ながらというか、まあこれ僕材料次第って言ってましたよね。もう材料出尽くしてて、金利が上がるっていうことに対する上昇はもう出尽くしたんじゃないかと。ただ、この後また日銀のね、人事によって、 何か起こるかもしれないから、それはわからない。イベント次第であるって言ってましたけど、上田さんがなったと。で、まだしっかり僕もその上田さんっていう人はね、学者っていうのはちょっと調べたけど、どんなプリシーを持ってる人なのかよくわからなくて、まだ調べて,れてないんだけど、その上田さんがなったら、なった瞬、決まった瞬間に日経が下がり、円が上がったっていうことは、これはまあ、は、タカだっていうことでしょうね。上田さんはね。だから、 えー、上田さんとなった時には、てか、もしかしたら雨宮さん、雨宮さんは、鳩だったから、あまり金利上げないって言われてて、安心してたところに、雨宮さんじゃない、雨宮さん、雨宮さん、あ、どっち雨宮、雨宮さんじゃないっていう人が、えー、なるって言っただけでびっくりして、金利が上がっただけかもしれないけどね。鳩じゃないっていうだけでね。高とは限らないけど、っていうことで上がったかもしれないけど、あんだけ反応があったってことは、やっぱり上田さんっていう人は、 多分高、金利上げるっていう方向の持論を持ってるんじゃないかなと思うんで、そうなれば株の動きからするとね、そうなると月曜日以降、三井住友フィナンシャルはさらに上がる可能性がありますけど、えー、で、えっ、ーえー、と、その上田さんが、えー、取り仕切り始めるのが4月でしょ、そこまではもしかしたらその上田さんっていう人はこう一緒で、高っぽいってことになると、銀行とかが期待で、 えー、上がって可能性ありますけどねでも、今日ね、日経のニュースで、国債1000兆円、えー、を超えて、えー、政府が、確か、政府が保有してるんじゃなかったかな、えー、というようなニュースも出てました。ごめんなさい。ちょっと正確性にかけるけど。でと,にとにかく、えー、国債を政府がたくさん買い持ちしすぎているから、これはまあ、金利は上,が上げれないだろうっていうね、えー、そんなニュースも出てましたからね。わかりませんけど。 えー、だから、上田さんになったっていうだけで銀行株がどんどん上がるかとは、上がるとは思わないけどね。まあ、ちょっと反応が出るだろうね。で、ね、えー、こっち、今のところこっち上に行く反応が出るかもしれないと思いますけどね。えー、ちょっとこう、ね、今銀行は、えー、部が悪いというか、材料次第でさらに上に行く可能性もあるから。ただね、やっぱりね、えー、全体的にはね、金利はそんなに上げられない。 日銀の総裁が誰になっても金利をどんどん上げるみたいなことは大、ちょっと無理だっていうのがコンセンサスだから僕は多少調整が入ってくると思うんですよね。で、ただあっても大体この15%ぐらいの調整がまあいっぱいいっぱいかなと思っていて、えー、だから5000円ぐらいまでしか多分下げてこないんでね。で、この辺でね、えー、まあ手締まりかなと思うんですよね。で、あとは、 400株やってらっしゃるんで、それをちょっとね、100株だけ切る。あるいは200株切って、で、もしも上がってきたら、売り直す。できるだけ間を空けてね。まあ、今これ見ると、えー、三井住友は1500円ぐらい、短期間で上がってきてるから、まあ、この後、500円ぐらいこっから上がったら、え、あるいは自分、ご自分のお持ちの、えー、 平均値のより500円ぐらい高いところまで上がったら、そこで売り増しをしてさ、で、えー、戦っていく。平均値を上げてね、えー。で、なるべく間を空けて売り増ししないとダメだから。で、とりあえず200株ぐらい損切りして、で、200株ぐらい売り増しをし直すみたいなね。それもいいかなとか思うけどね。100株だけ出てしまって、100株売り増しし、し直すのもいいかもしれないし。 まあそんな感じで何かこう平均値を上げるとかね。で、悩みでこう相談されてるってことは、ええー、結構やっぱり投資が多すぎたっていうことになると思うんで、単に100株切るとか、二百株切って、ええー、あんまり心配しないでもいいようなポジションにしとくっていうのも大事かもしれない。っていうのは、下手するとね、ええー、これ、今年はさ、ええー、日銀の総裁、ええー、が変わって、 で、えー、政策が変わるので、もしかしたら、えー、利上げってこともね、ないことはないから、それ考えたらね、一応心配ないレベルであれば、切っとくのも大事かなと思います。まあ、切るのは嫌ですけど、それでもね、やっぱり僕みたいにあまり持ちすぎるとね、えー、最近、えー、メインチャンネルの動画で言いましたが、去年僕は皆さんに、えー、FX で、 550万円の損を出したときにカミングアウトしましたが、その他去年はいろいろと失敗が FX で重なりまして、えー、4桁万円の、4桁万円の、えー、損が、えー、4桁万円の損が出て,出ています。赤、はい、<laughs> なので、はい。<laughs> なので、そうならないように、 気をけだから、そのね、やっぱり損切りに耐えるっていうのもね、大事は大事なんですよ。だけど、あ、損切りしないでね、損に耐えるのも大事なんだけど、やっぱりね、限度があるんでね、限度は決めておきましょうね。で、あんまりその限度額が大きい場合は、損切った段階でもうめちゃくちゃになっちゃうとかあるので、ならないように、損切りは早めに、ね、やるのもいいのでね。えー、まあ、とりあえずはさ、 上田さんが、えー、なって、どういう反応が出るか見よう。で、上がっていくるようだったらやばいから、売りはね。その場合は、えー、ちょっとポジションを減らすとか、ね、やらないといけないかなと思います。えー、もしかしたらね、銀行はさらなる上昇があるかもしれない。まあね、ちょっと期待、今もほら、期待感で上がってるわけだからね。まず上田さんの反応を月曜日に見ましょうか。ね、銀行株に出てくるからね。 で、え、利上げ、えー、をね、していきそうな人なのか、そうじゃないのか、そこから見極めていきましょう。えー、知恵と、ね、知恵をくださいって言われましたが、のきな、えー、のきみじゃなくて、月並みな、<laughs> アドバイスしかできませんが、ね、そんな感じで。まあね、だから、切るか、戦うか、どっちかしかないんですよ。で、えー、ちょっと負担になってきたら、株数減らすしかないんですよ。 えー、だから、負担になってきたら、えー、ポジションを減らしましょう。これはね、えー、皆さんにも申し上げたいと思います。三水木南ばさん、ありがとうございました、えー。お便り紹介したのはね、これ11月、去年の11月のタブリンコさん以来のお便りあー、タブリンコさんが最初だったからね、タブリンコさんたちの方のメールを紹介させていただいてから、久しぶりのメール紹介になりました。はい えー、僕はまあラジオエイズなんでね、こういうメール紹介しながらね、えー、動画で喋っていくのは大好きです。大好きですけど、えー、大好きです。<laughs> 大好きですけど、えー。ちょっとまだね、あの、夜取りに慣れてないんで、えーまあ、今日もぎこちない夜通りだったかもしれませんが、はい。こんな感じで、今日50分もしゃ,べしゃべりましたが、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい。えー、ということで、えー、ただほら、あの、 聞いてていただいてわかると思いますけど、前より元気ですよね、きっと。なんかね、前よりね、あの、モチベーションは高いし、えー、なんていうかな、毎日の生活が前より楽しいですね。あの、やっぱり動画が早く終わって、フリーなタイム、フリータイムがね、多いってことで、やっぱり創作ができてる。え、多少できるんですよ。いくら時間がないときでもね、今日は一つメロディーできた。あるいは今日一枚映画を描けた。あるいは今日文章が2ページかけた。 えー、みたいな。あるいは今日、音楽の PC のね、準備が、えー、ケーブルを挿すだけだけど、できた。っていうね、やっぱり前全然できなかったことが、えー、少しでも進められるようになってるんでね、えー、その意味では、すごい、えー、心は、なんていうかな、活性化してる感じで、えー、生き生きと、えー、過ごさせていただいております。えー、という感じです。そんな、ラジオエジ、えー そんな感じで生活しております。皆様はいかがお過ごしでしょうか皆様からのお便りをお待ちしておりまして、来週もね、えー、で他にもね、今日、えー、モテ男ゴロンさんからちょっとメールいただいたりとか、他の方からもたくさんメールいただいてるんですけどね、ちょっとゴロンさんのメールはちょっと紹介しづらかったんで、えー、ちょっとプライベートな感じの内容もあったんで、でちょっと紹介できないかなと思って、えー、どうしようと思いながらちょっとやめてますが、えー、皆様からのメール、 お待ちしております、えー、常連の、えー、皆様、ふ、えー、るって常連の方、特に <laughs>、えー。レギュラー人の皆さん、ね、えー、僕も週に1回ずつ、よりとりやっていきますから、レギュラー人の皆様、ぜひ、ねえー、メールください。僕もねラジオが好きだからね、やっぱり、えー、自分の好きな番組って、やっぱりなくなっちゃうとか悲しいし、ね、やっぱり自分の好きなパーソナリティの人の声を聞くっていうのは、やっぱり楽しいことなんで。 僕もね、まあ、ちょっとまだ慣れてませんが、今月からね、週に1回ずつまずやっていきたいと思っておりまして、今日は55分ぐらい喋りましたんで、ね、どうでしたかどうでしたかまあ、またこの動画もね、だから、いろいろと少しずつ変えてね、なるべく自分の思う、 動画にしていきたいなと思ってます。はい、そんな感じ。<laughs> じゃあ皆さん、良い週末をお過ごしください。なんか髪切れたってる。あ、髪の毛はね、ちょっとね、えー、今この時期はね、ちょっと生えてくる時期なんです。僕。髪の毛がね。だから、ふさふさまでいかないですけど、ちょっとね、<laughs> 髪の毛がね、ちょっとね、増えてきた。ちょっとだけね。毎年、この冬の時期に僕は、あの、髪の毛が増える。 ちょっとだけね、増えるんですね。なので、ね、ちょっとだけ増えてきました。はい。それはちょっとね、嬉しい。はい。ことも、ちょっとだけやりました。はい。ということで、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。ラジオジのウルトラで今日は銘柄相談を中心にお届けしました。えー、また来週、木か金。木か金にやるから、えー、木か金に、えー、またお会いしましょう。えー、皆様からのメールはこちらにお寄せください。ということで、えーね、メールちょうだい。 ということで、待っております。えー、コメントもね、えー、できるだけ、この、えー、夜トレのコメントは、承認していきますんで、えー、コメント欄にいろいろな楽しい、えーえー、メッセージを書き込んでいただくのも大歓迎です。ということで、えー、復活2回目の夜トレ、いかがだったでしょうかえー、まだ本調子ではありません。まだ本調子じゃないんだけどね。調子出していから、応援してください。 皆様、良い週末をお過ごしくださいね。えー、僕は明日は、えー、東海市まで、えー、行ってまいります。えー、皆さんもね、ああ、大丈夫かな天気。ちょっと雪を雪で、中央道なんか結構ね、広範囲で、えー、通行止めになってますけどね。早く雪が止んでね、えー、道路の交通網とかね、正常化するといいですね。皆様も雪とか、やっぱり危ない面もあるので、えー、ぜひお気をつけください。ラジオ夫でした。また来週。